いいやー50代からの服選びって難しいよなそもそもどんな服を持てばいいのかわからないしサイズ感とかも細い方がいいのかジャストサイズがいいのか今流行りのビッグシュエットがいいのかこのあたりもよくわからないだから YouTube で検索したいだとか雑誌を見てみるんだけどもなんとなくしっくりくる感じがしないんだよな自分の世代よりももうちょっと若い人に向けた情報のような気がするから50代からの服選びってやっぱり難しい気がする誰か50代が持つつべき秋服について バシッと教えてくれる人っていないのかなと思っている皆さんこんにちはスタイリストのしゅんです今回の動画なんですが50代の秋服はこの5点だけあればいいというテーマでお届けをしたいなと思っています冒頭にもお伝えした通りですね結構50代向けの情報ってあんまり多くないなという印象なんですね YouTube の中ではやっぱりですね20代30代向けのコンテンツが数多くあるんですがそれが40代以上になってくるとガクンとですね数が減りまして50代以上になってくるとさらにですね見つけるのはこんな になななっっってててくるるわけでで、ね、ですすすねのののの結構困いいい50代代以上の大人世代の男性は多いんじゃないのかなと思っていますそこで僕のチャンネルでは定期的にですね50代オーバーの大人世代の方にも似合うようなですねお洋服をご紹介してるわけなんですが今回は秋バージョンということで厳選した5点の秋服を皆さんにですねご紹介をしておきたいなと思っています普段の僕の動画の中ではユニクロですとか無印良品ですとかグローバルワークですとかこのあたりの価格帯を抑えたですねアイテムをご紹介することが多いんですね ある程度若い世代であればトレンド感を意識しながらいろんなバリエーションの着こなしを楽しんだ方が僕はいいかなとは思ってるんですがある程度年齢を重ねていくとですねそんなにトレンド感重視というよりはある程度しっかりと投資をして上品なものを買い添えた方が僕はいいかなと思っているので今回は脱プチプラということで程よく大人っぽく見えてだけども高すぎないような価格帯の中からしっかりと解説ができればなと思っていますのでよかったら今後の服選びの参考にしていただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの業 なるべく分かりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう はい、ということで、ここからはですね、具体的に50代の大人世代に似合うですね、秋服を1点ずつご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1点目はアウタージャンルからご紹介をしたいなと思います。今回ご紹介するのはこちらですね、ビューティアンドユースのワードローブスマート、ダブルニットジップブルゾンですね、価格は9900円ということで、これが使い勝手が抜群にいいんじゃないのかなと思います。アウターというと、結構着丈の長さで印象が変わるんですね。まあ、長めの方が大人っぽくて綺麗めな印象なんですね。なので、50代以上の男性にも 似合うんですが最近はですね秋も結構暑かったりするのでそこまでロング丈のコートじゃなくてもいいかなと思ってるんですねで今回ご紹介そうな短丈系のアウターというのも、まあ、最近は旬な雰囲気でラフに着やすかったりするのでこういったものを取り入れていただくのもいいかなと思いますただ大人世代がこういったものを着る際にはなるべくですねデザインはミニマル余計な装飾性がないことですとかあとは色合いですね明るいものだとかやぼったく見えるカラーじゃなくてシャープなものを選んでいただければ結構50 以上の方にもこういいいっったスポーテティなアイテムって似合いやすすんですね、まあ、特にこちらのアウターに関してはジップブルゾンになっててましていわゆる MA1 だとかスタジャンみたいなところに近いようなタン系のアウターなんですが余計な装飾性が一切ないのとサイズ感も程よくてですねジャストサイズ気味なんですが少しだけるさを取り入れた設計になっています本当にこうジャストサイズでピタピタだとこれまた今っぽく見えなかったりだとか体のラインを拾ってしまってあまりスマートに見えないのでジャストよりもほんの少しだけ るさがあった方が僕は使いやすいかなと思うんですねそのあたりをちゃんと考慮して作られてるのがビューティーユースのワードローブスマートというシリーズなんですねビューティーユースの中でも大人世代に似合うようなベーシックでなおかつサイズ感もワイドに振りすぎてないものをですねしっかりと揃えているのがこちらのレーベンなのでまぜ、あ、ひ皆さんもチェックしていただきたいんですがこちらのブルゾンもまさに使いやすいような一着になっているかなと思いますカラー展開3色なんですがオリーブみたいな色というのはですね意外と難しいんですねおしゃれ感 を出すにはすごくいいんですがある程度の大人世代がシャープに洗練された着こなしをする際にはやっぱりですね選ぶべきなのはブラックだとかあとはダークグレーですねこのあたりを優先した方がいいかなと思います、まあ、個人的にはやっぱりこうブラックのシャープさというものをうまく使った方がいいかなと思うので今回一押しはブラックです似たようなものを持っている方はダークグレーを選んでいただいてもいいかなと思いますこちらはジャージ素材を使っているんですがちゃんと伸縮性があって着心地もすごくいいんですね表面には微光沢があって上品な雰囲気もた ますすし結構ででででね秋だけではなくて春も使うことができるのでそういった意味では使えるシーズンも意外と長めなので結構1枚あると便利なアイテムかなと思います下に着るものは無地の T シャツだとか薄手のニットがいいかなと思いますブラックにしてもダークグレーにしてもこちらの写真のようにホワイトだとかオフホワイト系の T シャツだとかロン T だとか丸首のニットを合わせていただければそれだけで簡単に着こなしが決まるのですごく便利なアイテムかなと思いますボトムスのカララーに関してもブラックだとかダークグレー 合わせていただければそのままコーディネートが完成し,てしまうので1枚あるとめちゃくちゃ便利なアイテムかなと思うのでまぜひですねカジュアル感を高めながら着る際にもこういった大人っぽいものを選んでいただいてスマートな50代のカジュアルコーデを楽しんでいただければなと思っています はい、続いて2点目のアイテムなんですが、シャツですね。秋ですね。T シャツの上にさらりと貼うことで、ちょっとしたアウター感覚でも着ることができるので、シャツはぜひ皆さん1枚は用意をしていただきたいなと思います。今回ご紹介したいのはこちらですね。グリーンレーベルのウォッシャブル TW ビエラジャストルーズレギュラーカラー長袖シャツですね。価格は1万1000円になっています。これは先日グリーンレーベルさんのですね、プレスルームにお邪魔した際にもご紹介しているので、まあ、皆さんもご存知かなと思います。その際に僕が着てたのはこちらのも というカラーだったんですねブラウンとグレーが混ざったようなですねちょっと曖昧なカラーでおしゃれ感がすごく漂うカラーなんですが今回ご紹介したのはこのモカではありませんネイビーの方ですねこちらが50代の大人世代には似合いやすいかなと思います先ほどもちょっと触れたんですが50代以上の大人世代の方にとって結構難しくなってくるのがベージュだとかブラウンだとかオリーブだとかこのあたりのですねアーツカラーのような色合いですねおしゃれな人が着ると上級者み 見えしててくくるるんんでですすがこうういっっったた失敗とまうんですねそれよりは50代以上の大人世代の方はシャープな色だとか綺麗に見える色の方が圧倒的に似合いやすいので今回のこちらのシャツであればネイビーですねこれが非常にいい色なので是非トライをしていただきたいなと思います、まあ、ネイビーといっても結構色の範囲が広くて、まあ、定番的なブラックに近いようなネイビーもあれば結構ブルー味が強くて明るいネイビーもあるんですねまさにこちらのシャツのネイビーに関しては明るめのネイビーになっているので重たくなりすぎない ですし綺麗に見せてくれるような効果があるので50代の大人世代にはすごくですね清涼感あって似合いやすいアイテムになってくるかなと思いますでこちらの素材なんですがポリエステルが50%にウールがですねブレンドされてるんですねなので微光沢があって上品な見え方になるんですねそしてシワもつきづらいので清潔感がより漂いやすいような素材感になってるのもすごく嬉しいポイントかなと思いますコーディネートは簡単でこれまた白 T シャツの上にさらりとこちらのネイビーの T シャツを着て ボトムスに関しては、ブラックでもいいし、ダークグレーでもいいです。そういった形で合わせていただければ、簡単にコーディネートが完成するんですね。まあ、ぜひこちらの写真を参考にしていただきたいなと思います。足元はニューバランスでもいいですし、白系のレザースニーカーでも合いますので、このような着こなしを目指していただければ、50代の大人世代には間違いなく似合ってくるかなと思います。で、気をつけていただきたいのが、サイズ感なんですね。こちらのシャツに関しては、ジャストルーズというサイズ感になっていまして、程よいゆとり感が設計されているんですね。まあ、僕はですねプレスルーム の撮影の際に L サイズを着ていたんですが普段だったら M サイズを着用しますだけどもこちらのシャツを50代の大人世代の方が着るのであれば僕のような1 6 4センチ5 3キロの小柄の体型であれば S でもいいんじゃないのかなと思います。普通の体型の方だったら M でいいですし、あえてワンサイズとか上げなくてよくて普段のご自身のサイズを選んでいただければそれだけでほんのりサイズ感にゆるさが出て、ジャストからちょいゆるぐらいのサイズ感をちゃんと狙えるのでこのサイズ感の部分だけですね気をつけていただければなと思います。こちらのシャツ に関しても秋だけではなくて重ね着をすれば冬にも着れて春にも着ることができるので1枚持っておけば結構長い期間使えるので是非皆さんチェックしていただきたいなと思っています。 はい、続いて3点目はですね、丸首のニットですね。今回ご紹介したいのはこちらですね。プラステのエクストラファインメリノブレンドクルーネックセーターですね。価格は9,990円ということで、これがかなり優秀だなと思いました。まあニットはですね、いろんなブランドからですね、リリースされているので、どれ選ぼうか結構悩ましいところだったんですが、大人世代であれば、今回はユニクロではなくて、さらに上位互換バージョンと言ってもいいようなプラステの中から選んであげるのがいいんじゃないのかなと思います。 のかなと思いますエクストラファインメリノウールといえばですねユニクロでも聞きなじみのあるですね言葉かなと思うんですがメリノウールの中でもより希少性の高い素材になっていまして表面の質感も上品ですし着心地の面でも優れているのでやっぱり大人世代にはですね適した素材感かなと思いますそして大事なのはサイズ感なんですが今回は50代向けということであまりこうオーバーサイズに振ったものをあえて選ばないようにしてるんですがこちらのニットに関してもジャストサイズからちょいゆるぐらいですかねほぼジャストに近いようなサイズ感なので 大人世代にはは似合いいいやすすすかなと思いますあと思まあ襟周りのフィット感ですねここもすごく重要で、襟の部分が緩いものだと、首が結構露出が大きくなってしまって、首周りに結構年齢って出るので、それが嫌だという方も結構多いかなと思うんですが、プラスのニットに関してはしっかりと首元詰まっているので、綺麗めに見えてすごくバランスがいいかなと思います。そしてこのようなジャストサイズに近いニットというのは、重ね着がしやすいんですね。もちろん1枚で着ても様になるし、先ほどご紹介したようなジップアップブルゾンと合わせていただいて でもすごくバランスがいいかなと思うのでこれは1枚だと便利かなと思いますまあ、さらに季節が進めばダウンだとかロング丈のコートの内側に着ていただいた時にもすごくバランスがいいんですねでカラー展開が豊富なんですが一押ししたいのが67番のブルーですねこれがすごくいい色なんですね僕はこういった色をロイヤルブルーって呼んでたりするんですがブルーの中でもネイビーにはないような華やかさがあってちょっと上品に見えるのがロイヤルブルーというカラーなんですね発色が良くてブルーの中でもパキッ とと明るめのののカラーーなななででで僕ははすすすねね大人の男性にはこううういいいった綺麗なブルーを着てもらうと似合いやすいかなと思うんです、ね、結構今季は様々なブランドでこういったロイヤルブルーのニットをやってまして僕もですねちょうどオリジナルでロイヤルブルーのニットを作ってるところなのでプラステいいものを出してきたなというところでちょっと悔しくは思ってるんですがこのロイヤルブルーの色味すごくバランスがいいかなと思いますさすがプラステというところでユニクロを母体にしてるので素材感上質でなおかつですね使い勝手もいいんですねニットというとう ししづらいいなというイメージももあるかもしれませんが洗えるニットとというこでで気軽にですねあ、アウターだとかボトムスって基本的には暗い色になりがちなので、どこで色を出していくのか、明るい色を出すのかというところで、結構ニットというのは遊びが出しやすいところかなと思うので、ぜひですね、ちょっとこういったロイヤルブルーのニットだとか、あとはですね、こちらのようなベージュカラーもすごくですね、明るい色として着こなしの中に効いてくれるかなと思うので、こういったニットもですね、 ぜひ皆さんトライをしていただければなと思っています。 はい、続いて4点目はボトムスに行ってみたいと思います。今回ご紹介するのは、ビューティアンドユースのワードロブスマートのソロテックスオールシーズンパンツですね。価格は1450円ということで、これが使い勝手が抜群にいいんじゃないのかなと思います。シルエットに関しては、太もも部分から膝下にかけて、もう本当にですね、ジャストサイズですよね。いわゆるユニコでいうところの感動パンツに近いようなシルエットになっていまして、本当にオーソドックスな1本なんですね。まあユニコの感動パンツでも10 十分いいんですが大人世代だからもうちょっと頑張って投資をしたいなという方もいると思うんですよね着る時の気分ですねこれがやっぱり大きく変わってくるので価格帯をあえて上げて自分の満足感を高めるというところもすごく重要かなと思っていますで名前にある通りこちらはですねオールシーズン使えるようなボトムスになっているので1本持っておけばミニマリスト的にですねさまざまな季節に使うことができるんですねそのあたりもすごく嬉しいポイントで50代の大人の男性にもぜひ持っておいていただきたいボトムスかなと思っていますカラー展開に関しては 3色あるんでですすね、まあ、ベーシッッククなブラックこれは鉄板ですあとはダークグレーもすごくいい色でグレーの中でもかなりブラック寄りなのですごく使い勝手がいいんですね例えば先ほどご紹介したジップアップブルゾンですねあちらをブラック選んだ場合にはボトムスは同じくブラックでセットアップっぽく着るのもいいかなと思うんですがダークグレーでモノトーンでまとめるというのがすごくバランスがいいかなと思いますもしくはダークグレーのですねジップアップブルゾン選んでブラックのボトムスで引き締めるというのもいいかなと思うのでその このあたりはですねアウターとの兼ね合いを見ていただいて選んでいただくといいかなと思いますちなみに先ほどのニットだとかシャツに関してもブラックでもダークグレーのパンツでもどっちでも合いますのでその点はご安心いただければなと思います丈の長さもですね最初から少しだけ短めになっていて裾上げしなくてもそのまま履けるようなバランスになってるんですね素材にはソロテックスを使っていまして、まあ、この素材の持つストレッチ性だとかちょっと木感のあるような素材の質感も含めてかなり上品にも見えるようなポイントも押さえてるので 1>, 1本持っておくと間違いないボトムスかなと思うのでぜひですね50代以上の大人世代はこちらのボトムスもチェックをしていただければなと思っています。 はい、ついてラスト5点目は靴。皆さんにご紹介したいなと思います。今回ピックアップしてみたのはこちらですね。ビーミングのペニーローファーですね。価格は22000円ということで、これがですね、50代の大人世代には一足あるとすごく便利なものなのかなと思っています。まあ、50代の大人世代であれば、一足ぐらいはこういったローファーですね。綺麗めに合わせられるようなものを持っておいた方が僕はいいんじゃないのかなと思っています。もちろんカジュアルシーンでも使うことができますし、セットアップのスタイルだとかビジネスカジュアルのスタイルにも使うことができるので、 すごく便利かなと思いますビーミングのこちらのですねローファーに関してはデザインってすごくミニマルで使いやすいんですねシルエットで言うと丸すぎず尖りすぎないような本当にですね重要な使いやすいシルエットを持った一足になってまして国内製のペニーローファーということで作り自体もしっかりとしてるのでこういったものが2万2000円で買えるというのは僕はですねコストパフォーマンスも非常にいいんじゃないのかなと思いますレザーの柔らかな光沢感も楽しめますしソールに関してはラバー仕様になっていますので雨の日で とと滑るようなこともなこもいですししっかりと歩きやすいような仕様になっているので個人的にはレザーソールよりもゴムソールの方が気軽に使いやすいなという印象があるんですね決して派手さがあるようなローファーでもないですしこういったデザイン的な特徴がありますよっていうところが特にないんですよねそれが個人的には僕はいいなと思ってまして一定の上質な素材感と作りの良さを備えていてデザインに関してはオンでもオフでも使いやすいような適度な丸みを備えているこういったローファーですね探してみるとと意外と見つか,りづらかったり ですのでこれはですね完璧なバランスが取れた一足かなと思っています今回ご紹介するアイテムともすごく相性がいいですこういったローファーが一足あるだけで様々なシーンに使いやすいかなと思うので改めてですねこういったシンプルなローファー皆さんもチェックをしていただければなと思っています はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では50代の秋服はこの5点だけあればいいというテーマでお届けをさせていただきました。どれもですね、一度買えば少なくとも3年ぐらいは使えるようなアイテムかなと思うんですね。今回ご紹介したのは5点だけなんですが結構これだけでも秋の着こなし回せてしまうなと思いますし意外と今回のアイテムをそのまま春に移行して使うこともできたりするので2シーズンぐらいは間違いなく使うことができるかなと思うのでぜひ、まあ、皆さんもですね、チェックをしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人だ に向けてメンンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが普段の動画の中ではなかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですね週末にライブ配信を行っていまして皆さんから頂い,いたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思って また、普段なかなかですね、ゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらは動画ではなくて、文章と写真ベースで、おすすめのアイテムですとか、僕自身が実際に買ったものを毎日配信をしています。僕も記事を書いていますし、僕以外の専門家も記事を書いてくれています。また、参加者の皆さんも記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まって、ワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。 楽しみに。